みなさんこんにちは茨城オンラインスタディの時間ですこの動画は小学校2年生の国語今日の出来事その2の内容です前回の内容を復習します日記に書くときに気をつけることは次の4つでしたね 日記に書くこと、したこと見たことや見つけたもの言ったことや聞いたこと思ったことこれを生かして今日の学習を進めましょうそれでは今日の学習課題です 日記に書く出来事を集めて日記を書こうみんなで一緒に考えていきましょうまず自分で考える時間です出来事をノートに書くときは次のことを考えながら書くようにしましょう丸一。 いつどこで誰がどうしたことなのかが分かるように一文でまとめる丸に言ったこと聞いたこと思ったことを書き足すこの2つを考えながら書きましょうでは 2年生になってからどんな出来事があったかをノートに書きましょういくつ書いても構いません動画をここで止めて書き終わったら再生しましょうここでもう一度日記に書くときに気をつけることを確かめます 日記に書くことしたこと見たことや見つけたもの言ったことや聞いたこと思ったことそれではノートに書き出した出来事を一つ選び教科書32ページと 33ページの日記を元にして日記をノートに書いてみましょう日記に書くときに気をつける4つのことについて考えながら書きましょう動画をここで止めて書き終わったら再生してください日記が書き終わったら 読みみ返してみましてまょう日記に書くことは書かれていますかしたこと、見たことや見つけたもの、言ったことや聞いたこと、思ったこと、最後に読む人に分かりやすいですかここで動画を止めて、 自分が書いた日記を読み返してみましょう見直しが終わったら再生してくださいそれでは振り返りの時間です頑張ったことや分かったことなどをノートに書きましょう動画をここで止めて書き終わったら 再生してください日記が完成したら家の人などに読んでもらいましょうこれで今日の授業は終わりです